じゃあアンタイトルドバンドです。始めます。Thank you.
周りにいるのだろうか。どこから集まってきた。見たこともないような数の仲間たち。この中に敵が紛れ込んでいるのではと思っているのは、この音の中で小心者の私だけかもしれない。何日この騒ぎが続いているのか。きっとずっとだ。私たちはかなり多くのことを知っていて、まだ知らないことがあるのを知らなかった。木や草、山や周りの生き物に名前がついていたのだから。言葉はその名前だけを叫ぶことになる。名前の中に全てのそれに関係のあるイメージがあるのだから、それ以外のことは、言葉はとても少なかった。名前の中に全てのそれに関係のあるイメージがあるのだから、それ以外の言葉はとても少なかった、またはほとんどなかった。心に残る感動さえも、選ばれた単語、つまり一つの名詞、またはその連続と連続する回数で感情を表現し合った。詩人は複数の単語を織り交ぜて使い、それでとても音感が良かったので、皆がそれを真似し、そして楽しかった。私たちの仲間でない者たちに出会うと、その敵を殺す、または殺される。仲間内でもその感覚の違いで喧嘩になった時は、相手を殺す。でないと私たちは相手に殺されてしまうのだ。普段は私たちはそれぞれ 2、3家族ごとに洞窟に分かれて住んでいる。しかし私たちが物心ついた時、すでにこの長い祭りが始まっていたので、私には普段の生活を送る経験をしたことがまだない。私たちがこの祭りで今何を達成しようとしているのか誰も知らなかった。私たちの家族はただひたすらこの何年にもわたる祭りの中で火を消さないように、燃えるものを調達して回った。最初の何年かは近くに森があり、そこで火を調達できた。しかしもう何年も前にその森は全て燃やしてしまったので、今は2日かけて歩いて行った先の森から燃えるものを探さなくてはならなかった。
最初の何年かは近くに森がありそこで木を調達できた。しかしもう何年も前にその森は全て燃やしてしまったので、今は2日かけて歩いて行った先の森から燃えるものを探さなくてはならなかった。私たちの家族は22人ぐらいで、妹も兄弟も母も父も同じ名前だった。しかし常にそこに横たわる美しい背景が異なることから、私たちはそれぞれをうまく呼び合い分かり合っていた。しかし常にそこに横たわる美しい風景が異なることから、私たちはそれぞれをうまく呼び合い分かり合っていた。ただ家族といえども黒曜石が取れる場所は秘密だった。これもただ家族といえども縦に簡単に割れる石が取れる場所は必要秘密だった。ただ家族といえども縦に簡単に割れる石が取れる場所は必要秘密だった。その石だけでなくて平らに剥がれる鋭い石は大した苦労もかけずにそのまま道具として使えるし武器としても使えるからだ。大抵の殺し合いはもっともっと簡単なやり方でそこら辺の石を拾い上げそれで殴り合う、時には投げつけるといった方法が取られた。生きているほとんど全ての人間が殺しの経験があった。だから生きていた。しかし今この祭りの中で私たちはそういった不満やイライラから始まる喧嘩は全くしなかった。朝も昼も夜も音が鳴り、誰かが歌い誰かが踊った。朝太陽が上がるとき大きな山の影が私たちの場所をよぎっていく。そのとき私たちは生まれ変わるのだから、生まれ変わるための音楽を歌った。夜が来るときは全てが死にゆくわけだから、そのための歌を歌った。まだ死と恐怖が結びつく前の私たちだった。恐怖はあったし喜びもあった。恐怖はあったし喜びもあった。悲しみはとてもとても大変高級な感情だったので、それを表現するには詩人を呼ばなければならなかった。さてこの祭りは何のためのものなのか誰も知らなかった。しかし我々という集団はそれが何のために行われるのか知っていたような気がする。さてこの祭りは何のためのものなのか誰も知らなかった。しかし我々という集団はそれが何のために行われるのか知っていたような気がする。なぜなら、なぜなら、
なぜなら、それにしては断続的で確信に満ちた音が続いているわけだから。